出しますんで。マイクオンにします。皆さんこんにちは。2月25日金曜日午後4時になりました。ラジオ安らぎの森からです。今日はパーソナリティの飯田さんがお休みのため、西野院長、こんにちは。健康運動士、健康運動指導士小郷さん、こんにちは。そしてコンシェルジュ智康の3人でお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。院長お久しぶりです。お久しぶりです。元気にたまたま予定が重なってしまいまして、久しぶりの、はい、ラジオとなってしまいましたが、はい、ちゃんと聞いてました。はい、もう2年になりますかで今日は急遽飯田さんの代理としてパーソナリティを任せられることとなり、内心ドキドキですが、もう早速失敗してしまいましたが、失敗しないよう、そうですか、はい、頑張りますのでお願いいたします。よろしくお願いします。はい、前回はオリンピックのお話で、そうでしたね、はい、とても盛り上がっているのは拝見したんですけれども、はい、私もちょっと平野歩夢くんについて語りたかったそうでしょ、はい、やっぱり平野歩夢くんですよ。はい、かっこいいです、大好きです、ね、はい、今日はもう来週ですね、3月に入るということで、うん、今回はひな祭りをテーマにお話ししていこうと思っております。はい、わかりました。我が家は男の子しかいなくてですね、まあ、私は、はい、無縁の行事なので、もうひな祭りとか全く頭になかったんですけれども、女の子がいるお坊さんのところは何かお祝いとかしますか？はい、ご飯をですね、はい、ちょっと頑張ってちらし寿司を作ってお祝いしようかなと考えております。いいですね、喜びますね。院長のひな祭りといえば、院長のお誕生日でもあると思いますけれどもそうですね何かされる予定がありますか？いやー、どうでしょうか。何かちょっと手の込んだものが出てくりますか？出てくるんじゃないかと思うんですけど、時々お肉を焼いただけっていうのもありまして、でもそれだけでも十分ですね、はい、十分嬉しいですね。だってサラダとお肉、いいですね、はい、ケーキとか食べられるんですか？ケーキも食べますねいいですね、はい、近くにケーキ屋さんがあるので、はい、そこでもいいし、中身のケーキ屋さんですかね、もう名前言ってもいいんですよ、まあ、皆さん多分頭の中に浮かんでると思いますけれども、はい、あそこ美味しいですよね。私も食べたことないんですよ。あ、そうですか。そうなんですね。それは最速ですかお待ちしておりますはい、いーちゃんのひな祭りの歴史について教えていただきたいんですけれども、はい、ひな祭りの歴史はね、古いんですよ、はい、相当古くてですね、はい、たどっていくと奈良時代ですね、だいぶ古いですね、だいぶ古いです。奈良時代に3月3日の行事として定着したんですね、はい、この時人型、人形って書いて人型と読むんですけども、はい、これを使って、うん、これが流し雛の初めですね、はい、で奈良時代の後は平安時代、小さくて可愛らしいことをひいなと呼んでいたようですね、はい、で、幼い女の子が小さな人形を使って遊ぶことをひいなの遊び、ひいな遊び、ひいな祭りとなったようですね、はい、まあ、これは源氏物語とか枕草子にも書かれています、はい、有名な話なんですね、そうですね。
で、ひな祭りの起源っていうのは、はい、うん、平安時代の上巳の節と呼ばれる行事で、はい、うん、上巳の節というのは3月初めの実の日に水辺に出て災いを払うためのみそぎやお祓いを行ったもの、はい、で、あとは太宰府では極水の縁、はい、極水の縁とか曲がる水、はい、小さい子を曲がる水を流しながらそこで上で神の句を読んで見て受け取った人が下の句を読むという非常に優雅なものもやっていたようですね。まあ、そこに雛を流したんでしょうかね。で、まだいいんですか、しゃべって。どうぞお願いします。で、江戸時代になってくるとですね、今まで別のものであった上巳の節と雛遊びとが一緒になって、現在見られているような雛祭りになっていったというふうに言われています。で、またその桃の節句と言いますけども、これ旧暦の3月3日っていうのは桃の花が咲く頃ということで、またこの桃の木にはですね、魔除けのパワーがあると信じられていたんですね。で、5月5日の端午の節句が男の節句に対して、桃の節句は女の子の節句ですと、その日に私生まれたんですいいと思います。じゃあいつから3月3日が女の子の節句になったのかと、言うとやっぱり江戸時代ですね。寛永の時代、京都の御所で盛大なひな祭りが行われたそうです。今も御所ありますよね。その後幕府でも大奥でひな祭りを行うようになった、そしてひな祭りは武士の階級から町の町民へ、で、江戸から地方へと移っていったんですね。江戸は参勤交代できますから、江戸で行われていることは、もうすぐに地方に広がっていくんです。で、江戸幕府によって上巳の節句、桃の節句が五節句の一つとして女の子の節句に定められると、娘の役を受ける雛人形はその家のお金がどのくらいあるか財力の象徴として華やかさを増していって、今でも生橋の方とか、飯塚の方で、有名な雛飾りを今でもやってますけども、その当時のやっぱりすごいですよね。すごかったでしょうね。まだいいんですか、しゃべって。江戸時代の中頃になるとですね、女の子の誕生日を祝って、初節句に雛人形を飾って盛んに雛祭りが行われるようになったんですね。で、自慢の雛人形を見せ合うという雛、合わせとかですね、ごちそうを持って集まる雛の使いとか、あるいはお雛様に春の景色を見せてあげる雛の国見せとかというのが流行ったんですね。で、だんだんとその体の大きい雛祭り、お雛様が出てきて、なんとですね、人間と同じぐらいの雛祭りもお雛様も出たんですけども、それはちょっと行き過ぎやろうということで、だいたい今の24センチぐらいに制限されたと。いうことです。いろんな歴史があるんですね。そうですね、奥が深いですね。知ってましたか？いや、初めて知りました。いろいろと勉強になりました。はい、ありがとうございます。はい、あとはいつから飾るとか、いろいろあるんですけど、それはまだ後でいいんですか？そうですね、後からまたお伺いしたいと思います。ありがとうございます。喋りすぎました。ではここで曲の準備ができたようなので、一旦お聞きいただきたいと思います。今日の院長リクエストは1曲目ダークダックスで早春譜、2曲目山野さと子森の木児童合唱団嬉しいひな祭り。では2曲続けてどうぞ。マイクオフです。
2曲続けてお聴きいただきました。
1曲目早春譜ダークダックス。早春譜は1913年大正2年に発表された吉丸和正さん作詞、中田明さん作曲の日本の唱歌です。2006年から2007年にかけて文化庁と日本 PTA 全国協議会が選定した日本の歌100選に選ばれています。ダークダックスは1951年から2016年まで活動していた4人組男性ボーカルグループ。メンバー全員が慶応義塾大学経済学部出身で、同大学の男性合唱団ワグネル・ソサエティのメンバーたちが1951年のクリスマスパーティーでホワイトクリスマスの合唱を披露したことがきっかけで結成されたそうです。男性ボーカルの太田でしたけれど、すごくゆったりとした、ね、流れでしたが、ね、院長これはどのようで、この時代はですね、まだ日本が戦争から復旧して間もない時期で、はい、うん、例えばロシア民謡が流行ったりして、はいはい、まあ、いろんなこのダークダックスもロシア民謡をたくさん歌ってますね。そういう意味ではこの時代の代表選手だったようですね、はい、で男性のボーカルがあまりいなくてですね、はい、とてもだからみんなに、まあ、喜ばれた、新鮮な感じで喜ばれた、はい、このあとデューク・エイセスっていうのも出ましたけど、はい、やっぱりダークダックスが一番、うん、まあ昔から有名ということですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。で2曲目嬉しいひな祭り、山野さと子さんと森の木児童合唱団ですね。嬉しいひな祭りは佐藤八郎さん、山野三郎さん作詞で、川村直則さん、川村光陽さん作曲の日本の童謡です。2007年平成19年には日本の歌100選に選出されている題名通りひな祭りを歌った曲です。作曲の川村直則さんは福岡県田川郡、現在の福知町ご出身の作曲家さんなんですね、うん、代表曲にはカモメの水平さん、赤い帽子、白い帽子、リンゴの独り言などがあり、後世に残るものを含め選曲を超える童謡を発表しているそうです。もうこれは名曲ですね、誰もが知る音楽、はい、すごいですね。福岡県出身の方が作曲されてるんですね。ね、すごいですね、はい、なんか聞いたことある童謡ばっかりが載ってて。そうです ね、福知町って遠いみたいですぐそこですよ。本当ですね、西区の隣じゃないですか。田川なので、うん、はい、そうですよ ね、なんか遠い、遠くはない、ほど遠い、ほど遠い、違いますね。時代が違うからね。そうですね、そう、車とかが今みたいになければちょっと遠く感じるかな。そうですね、うん、まあ、今日のテーマにぴったりの2曲ありがとうございました、はい、私の誕生日をお祝いいただきました、はい、ありがとうございます、はい、では今日はひな祭りをテーマにお送りしておりますけれども、はい、小郷さん、ひな人形はもう飾りましたか？はい、はい、飾りました。おちりとさすがさすが院長、ひな人形を飾る時期というのはいつがよろしいですかね？そうですね、雨水って雨の水と書くんですけどね、はい、この雨の水っていうのは氷が溶けるという意味があるんですね、はい、うんうん、氷が溶けるということは春が来るということで、はい、ちょうどその頃飾るのがいいだろうというふうに、まあ、言われています。そして早く飾って早く片付けるというのがこう、はい、いいと言われていますね。逆やるとお嫁に行けないと遅くなるというのが言われてますけども、はい、それはいろいろとご意見があるでしょうから、はい、何とも言いません。でもせっかくね、飾ったら長く飾っていたいですね。そうですよね、かわいいですしね。病院にもね、はい、間もなく飾るんですか？そうですね、申し訳ございません、明日飾らせていただきます。それはよかった、
はい、毎年ならねちょっと早めなんですけど、そうですね、コロナでね、そうですね、ちょっとバタバタしてまして、ね、遅れてしまい申し訳ありませんけれども、それは皆さん喜ぶでしょうね、はい、あの明日には立派なひな人形をロビーに飾りますので楽しみにされてください、はい、楽しみにしましょう、はい、でこれがまたあのみんなでスタッフで何人かでワイワイ飾るんですけれども、うんね、毎年毎年飾ってる割にはああでもないこうでもないと結構大変でわちゃわちゃしながら写真撮ってないですか撮ってるんですけれども、撮ってるにもかかわらずこっちじゃないあっちじゃないって言いながら不思議ですよね不思議ですね並び順みんな顔が、うん、表情がやっぱ違うんですよね、うん、そのちょっとした表情の違いで、うん、これがここでとか、うん、手に持ってるこの顔の人がこの道具を持ってるとか、うん、なるほどね、細かく見てると結構時間がかかってでもそれもなんか楽しみの一つかなと思います。そうですね、うん、3人勘定5人囃子とかね、そうなんですよ、そこが一番大変なんです、うん、そうですねはい、みんちゃんの福岡県では柳川の下げ門が有名だと思うんですけども、そうですね、有名ですね、行かれたこととかありますか？いや、ないんですよ私ね、あの、はい、しばらく東京にいたんですけども、はい、東京の新宿にね、うん、京王プラザホテルっていうのがあるんですよ、はい、そこに何の用事か忘れましたけど、うん、あの行ったらですね、はい、の下げ物があったんですよ、はい、でこれなんか賑やかな飾りだなと思うと、うん、見たら柳川でって書いてある、はい、だからねすごいでしょうね、でもすごいですよ、もう、うん、何百と下がってますよ、はい、ちょっと言い過ぎです行ってみたいですよね、ええ、あのまあよくこの時期になるとテレビとかやっぱローカル番組でよく、うん、そうですね、取り上げられてると思うんですけれども、行ったことあります？柳川自体私行ったことないんですけれども、あ、僕もないんですよ、あ、そうなんですか？ないんですよ、意外ですね、うん、行きたいんですけど、川下りとかして、うん、あのうなぎ食べて帰りたいなっていう、こうよく、ね、なんだろう、あるんですけれども、なかなかね、あの今コロナの時期というのもあって、そうですね、行けないんですけれども、他にもあの日本全国さまざまなひな祭りがあるようなんですけれども、あ、そうですか、ほうさん、はい、他にですね、静岡県のひなのつるし飾り祭り、山形県港町酒田の笠福、この2つの県がですね、先ほどの福岡県の柳川の下げ門と合わせて三大吊るし飾りと言われているそうです。へ、はい、なんか写真見る限りすごい、やっぱね、全部がやっぱり三大飾りって言われるぐらい、うん、そうですよ、酒田はね、北前線っていうのがあってね、はいはい、京都の文化がたくさん入ったんですよ、うん、そうなんですね、だからそれはあるんですよ、沼津って何ですかね、沼津の人には悪いけど、あ、静岡県でもなんかあるみたいですね、徳川家康関係あるんですよ、ね、もう一件ですね、茨城県百段階段でひな祭り、これは階段をひな壇に見立てて、およそ1000体のひな人形を飾っているそうです。テレビで見ました、迫力がありますね、すごいですね、あれは、雨降ったらどうするのかって、はい、本当です ね、 ね、あ、本当だ、1日だけではないですよね、いや、1日限りみたいですよ、そうでしょうね、雨の日はじゃあ雨の日は、ね、ですかね、日の出とかするんですかね、そうなんですかね、今度聞いておいてください確認しておきますね、どれもコロナが落ち着いたらぜひ一度行ってみたいですね、そうですね、門司港ホテルの、はい、あの入り口が階段があるんですが、はいはい、あそこにおひな様は飾ってた年がありましたね、うん、最近行ってませんけどそうなんですね、だからあっちに行った時はちょっと寄ってみたらいいかもしれませんね、わかりました、ぜひじゃあ行ってみたいと思います、はい、あとまあコロナといえばですね、あの西野病院でもコロナワクチンの3回目接種が始まっていますけれども、はい、2回目接種から半年経過後に接種可能となりますが、はい、院長、やはり早めに接種した方がよろしいでしょうか？これはもう早めがいいですね、そうですね、間違いなく、はい、迷わなくて迷わなくてやってください、接種券が届いた方からということですね、はい、そうですね、はい、現在かかりつけ患者様と同居家族の方を対象に予約を受け付けておりますので、そうですね、はい、接種ご希望の方は西野病院までぜひお電話ください。
まあ、2月の予約はちょっともう全部埋まってしまったんですけど、はい、まあ、あと1日しかないですけれども、はい、3月はまだ全然余裕がありますの で、 まだ受けられてない方で接種券がもう今順次結構届け始めてるみたいですので、ファイザー製のワクチンということで、はい、ご希望の方いましたら西野病院までご連絡お願いいたします。あとですね、さっき私、はい、トイレに行くときに、うん、河津桜がすごく今もう咲いてますね、はい、ですね、もうはっきりと、はい、目白が遊びに来てました。まあ、カメラと思ったんですけどその前にラジオ、はい、ラジオと思いながら、かわいかったです。毎年 ね、 いいね、この時期になったらやっぱ桜が好きなんですかね、目白っていうのは。好きらしいです、連絡この間来ました。来ましたか、うん、まだですか、まだですか、そろそろですよ。そろそろですよ、返事しておきました。ちょっとね、今年は寒い日がちょっとね、はい、遅れましたよね。そうですね、去年はもう先週ぐらいですかね、はい、もう1週間ぐらい前の満開にはなってたんですけど、うん、そうですね、ちょうど先ほど院長が言われた薄い2月19日頃うちの子の誕生日で、あ、そうですか、はい、それイコールひな人形って私はいつも思ってるんですけど、縁起のいい日に生まれましたね。出遅れて本当に申し訳ないんですけれども、はい、で写真もですねこの前アップさせていただいたんですけれども、はい、まあ、徐々に春が訪れてますの で、 そうですね、はい、天気がいい日はちょっとお庭を散歩して春を探してみようと思っております。そうですね、はい、でFacebook でもたくさんの春をアップしていこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください、はい、楽しみください。はい、同時に冬の飾り、夜のイルミネーションも今やってるんですけど、そうですね、この今月いっぱいで、はい、今月いっぱいですね、はい、いやそれこそですね、この前患者さんのご家族さん、入院患者さんのご家族さんが初めて来られたらしいんですけれども、はい、写真をイルミネーションの写真を送ってくれて、そうですか、あ、ここでまあ、桜も今咲いてるし、 そうですね、それとのイルミネーションの写真で、はい、すごく素敵な病院ですねって言われてました。あ、それはありがとうございます、はい、でそしてこのラジオをしているログハウス、はい、あれは何ですかってご質問をいただきましたので、ラジオをさせていただいてますと、そうですね、はい、すごく素敵ということで、すごく嬉しい言葉をいただきましたので、それは嬉しいですね、はい、ありがたいですね、院長にもお伝えして、はい、ありがとうございます。はい、この間は雪が降ってました、桜は咲いて、そうですね、こんなこともね、不思議な景色ですね、不思議な景色ですね。実は札幌はそうらしいですよ、はい、あ、そうなんですね、5月の、ね、連休の時に桜が咲くんですけど、はい、その時時々雪が降るんだそうですよ、でもなんかピンクのね、桜と白の雪とで、いいですね、いいですね、とても綺麗だと思います、はい、今年はもう雪は終わりかな、どうですかね、もういいかな、暖かくなってほしいですね、なんか今週から暖かくなるでしょ、そうですね、まあ、花粉も飛んできますが、はい、暗い時期になりますけれども、はい、はい、楽しみにしております。そうですね、はい、ではちょっと今日は飯田さんがいなかったんですけれども、うまくできましたね、はい、乗り切りました、ありがとうございます、ありがとうございます、すごかったです、はい、で次回の放送はきっと飯田さんいると思います、3月の11日金曜日午後4時からとなりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。